代半ば過ぎ、上京してから4年、夢を持ってさ、誰もが同じ思い通りにはいかない世界、不思議ってお月様を見て、少しだけ偉い人、バイトリーダーになった、嬉しくないわけじゃない、朝暗いうちに目覚めた、さあ出かけなきゃ、誰もが同じ思い通りにはいかなくても不思議、日曜日。